福岡ドームと東球場の位置関係ホークスベースボールパーク筑後は福岡県筑後室島の筑後広域公園内にある野球場2016年3月よりプロ野球福岡ソフトバンクホークスが2軍3軍の専用球場及び練習場等として使用している2016年2月に選手寮や屋内練習場が竣工。2016年3月15日に ホークススタジアム地区後が竣工コケラ落としは3月19日のウエスタンリーグ、公式戦、ソフトバンク対、広島となる。ホークススタジアム地区後第2は、天然芝部分がやや遅れ6月に竣工球団が総工費50から60億円をかけて、ホークススタジアム地区後、ホークススタジアム地区後第2、屋内練習場、クラブハウス、選手寮を建設。 敷地約7万1643メートル22、建築面積は約1万200平方メートル、延べ床面積は約1万5300平方メートル。孫正義オーナーの一軍も練習できる場所であるべきだという考えにより、ファーム本拠地でありながら本格的な環境が整備され、ホークススタジアム筑後は福岡ドームと同等の広さを持つ両翼100メートル、 中堅122メートル、フェンス高さ5.8メートル、座席数約3000席の人工芝球場となる。座席には、フィールドシート、プレミアムシートも用意されるほか、バックネット裏部分は、ファーム球場では珍しく全席指定席となる。球場の最高高さは16.2メートル。そして従来のカリノス球場にはなかった、ナイター照明は、 ホークススタジアム地区ご完備されている。屋内練習場は65メートル65メートル、屋根高さ23.0メートル、防球ネット18.0メートルのべ5806、平方メートルと従来の西戸崎より広く、バッティングマシーンは4レーン設置される。そのうち2レーンは、自動で打った球がマシーンへ戻るバッティングセンター仕様。 合宿量は延べ1924平方メートルの3階建てで42人、宿泊可能で練習に訪れた一軍選手の宿泊も想定している。クラブハウスは延べ2070平方メートルで100人分のロッカーを設置し、トレーニング用小型流水プールも設置される。その他構想段階のもので、孫オーナーのアイデアで、 科学的な練習の導入やファンサービス面でアトラクション設備の導入が検討されている。2014年9月29日に開かれた地元説明会において駐車場は一般来客用240台、後に300台へ計画変更、関係者用120台大型バス用5台分のスペースが整備され、その他に売店も設置される。 浸水想定区域に建設されているため、用地造成時に60センチメートルのかさ上げが行われている。降雨対策としては1時間に50ミリの雨でも対応できる吸収力の高い人工芝を面球場に利用800トンプラス1000トンの調整地も地下に設置する予定。球場建設に合わせて最寄り駅となる筑5 0小屋駅周辺道路の拡張工事も 進められており、こちらはホークス公園通りと命名されている。2016年は53試合が行われ11万737人が観戦に訪れた。これは当初見込みの8万人を大きく上回り、そのうち12試合では満席となる順調な滑り出しとなった。アンケートによると市外からの観客が8割を占め、 そのうち25%は初めて筑後市を訪れたという高い集客効果が現れている。交通アクセスは筑後線小屋駅が徒歩3分の位置に隣接しており、自動車では九州道やめインターチェンジから約5キロの位置にあり、福岡市内からは約1時間ほどでアクセスが可能となっている。その一方、狩の素代に比べて福岡ドームとの距離が大きく広がったことや、 球場周辺に飲食店などの施設がほとんど存在しないことから選手からは不満も生じており2017年シーズンの契約公開では主力選手から改善を訴える声も出ている名称決定まではファーム本拠地球場で事業が推進されていたが2015年9月29日本拠地の施設名称ホークスベースボールパーク築後メインスタジアムの名称 ホークススタジアム筑後、サブグラウンドの名称、ホークススタジアム筑後第2と決定した。ホークスベースボールパーク筑後の商標は2015年7月21日福岡ソフトバンクホークスにより出願されている。なおメインスタジアムについては、筑後市発祥の大手住宅会社、タマホームが命名権を取得し、タマホームスタジアム筑後の愛称で使用される。メイン球場と、 国内練習場駐車場よりグラウンドを望む GW や土日には屋台やイベントが開催されている当時本拠地として使用していた福岡市ガの巣レクリエーションセンター野球場は国有地の上に福岡市の施設が立ち環境省所管の一般財団法人公園財団が指定管理者となっているために権利関係が複雑になっており球団の手で老朽化対策の設備改修や 売店拡張といった対応が困難であった。また西戸崎合宿所は、カリノスと約7キロ離れて、往来に不便なことや近隣に住宅地や老人ホームがあり、騒音問題への配慮で夜間に自主練習が行えず、一般客用の駐車場スペースがなく、見学客の周辺への駐車問題等の課題を抱えていた。さらにソフトバンクホークスは2011年のシーズンより、 三軍制を導入したが、手狭で、福岡大やカスが、おごりといった福岡県内の外部野球場を借りて、しのぐ状態となり、サブグラウンドが望まれることから、ファーム本拠地を移転する構想が浮上した。福岡市側は、集客効果は、福岡市が一番条件が揃っていると引き止めに、自信を見せていたが2013年8月2日、移転先、候補地の募集が行われた。 これにこ応して5県34自治体、締め町、末町、久山町、か谷町、恩賀町、神田町、小竹町,町、倉手町、佐賀県唐津市、卓市、嬉野市、長崎県雲仙市、熊本県荒尾市、菊池市、八代市、名古屋町、大分県中津市が名乗りを上げ誘致合戦となったが、9月25日の一時審査で、北九州市の文字経連上跡地、 福岡市のアイランドシティ、筑後市の筑後線小屋駅及び筑後広域公園林設地、宮若市の乗竹工場跡地の4市に絞り込まれた。後、2013年12月25日筑後市が選定され、2014年3月27日、調印式が行われた。土地は、多摩ホームや民有地を筑後市が10億円で買い取り、球団側に20年間無償対応される。 4億5000万円かけて土地を造成した上にソフトバンクが総工費50から60億を負担して施設を建設する。なおタマホームは誘致のためにホテル建設に意欲を見せるとともに5ヘクタールの所有地を支え無償貸与する申し出を行っているがまたがしを避けるために筑後市が買い取る運びとなった。2014年12月筑後市とソフトバンクホークス間で 賃体契約が締結された。入り口より、筑後線小屋駅を撮影。ありがとうございます。